ガムさん、今回もウニではダッシュで走るキャラと浮きながら移動してくるキャラというがいると思うんですが、浮いてるキャラはどういう原理で移動してるとかあるんですか？いや、ない。ない。全くない。いや、浮くでしょ、人は。人は浮くでしょ、普通に。浮くことない？浮かないの？むしろ逆に聞きたいんだけど。浮くでしょ。シュー、膝で滑るでしょ。浮くでしょ。もう滑るでしょ、スイーっつって。決して走る絵を描くのがめんどくさかったとかではない、これは違うの、そういうんじゃない。これ結構イメージの問題なんだけどさ、走るってモーションってやっぱね、男臭すぎちゃって、まあなんと頑張ってる感が出すぎるんだよね。クールな感じがちょっとなくて、ケイアスがさ、ダバ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 って走ってきたらね、結構やばくて、ブラッディ・ケイアスがちょっと息切らしてる感じ、ちょっとたまらない感じになっちゃうから、逆にね、これホバー以外ありえないんだよね。そのなんつうイメージ的には、そのアニメとかでさあるじゃん、こうやってシューって走ってくる人たち。なんでそういう路線です。まあ本もね、こうやってパラ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 めくってたらかっこいいんだけど、この上半身で下半身がさダバダバ走ってたらさ、マサルさんになっちゃうじゃん。でバックステもこんなスイーって滑ってる中さ、ダッシュ走ってタカ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 って走ってきたらさ、ちょっと威圧感がすごすぎる。で結構ね、これ真面目な話をすると、ね、このダッシュのさ、この角度見て、この角度、そのとんてつもない前傾姿勢、このゴルドってキャラがかっこよく走ろうと思ったら、まあ結構ねこれぐらい前傾姿勢になったりした方が絵的にはねかっこよかったりするんですよ。だけどこれぐらい前傾姿勢で、かつそのホバーじゃなくて走った場合って、ゴルドの身長だと歩幅的にとてつもないスピードになるのね。歩幅的にちょっととてつもない横のスピードにしないと違和感すごいんですよ。足の動きと横のスピードが合わないみたいになっちゃうのね。からそらあかんなってなるから、そのこういうかっこいいタッパのでかいいい感じのね男がかっこよくダッシュするには、やっぱね滑るしかないんですよ。これねしょうがない。そうそう、 100m まあ軽く5秒台ぐらいで走ると思う、彼は。世界記録とかいうレベルじゃない。飛べるしね彼だって。膝で滑ってるかね、こいつね。はい。という感じなので、まあ、原理はないです。原理はないんですが、キャラクターゲームだと、やっぱりね、ホバーの方がかっこよかったりする。これはね、もうそういうもんですね。で、格ゲーのバランス的にも、ホバーの方が違和感なくスピード調節ができるんで、まあ、これ結構ね、そういう大人の事情もある。ということで一つ、ご質問いただきありがとうございます。